白いというか、すごかった。超売り切れボイス付きのガチャ出たらしいんだけど、うん、取り下ろしだって全部取り下ろし新しくなんかボイス取ったやつ、ちょっとウケるような右方向その後国道138号を右方向ここのドッグランいいかも、これ左じゃない、次の一時停止を左に。
世帯持ってる人は6万とかさ。だって世帯ないじゃん。うん、だから俺は関係ないんだろ。だから3万なんじゃん。あなたは多分来てないと思う。同じタイミングで普通届くだろうから。じゃあ、そう多分、うん、いや、多分そうだと思うよ。なんかあると思う、あれもらえる、あれが。あ、一応知り、いつなのかよくわからないけど。速度じゃないでしょ。え、速度、すぐじゃないでしょ。うん、なんで。で、どのぐらいなのかな。そうな、でも今振り込み準備をしてるって言ってさ。審査っていう、あの書類のチェックは終わったらしい。ミスはなかったらしい。なんか封書で送るよりもオンラインの方が楽じゃん。どうせパソコンかなんかに打ち込み直すんだったらそれで送った方が処理早く済むじゃん。あと一時あの必要書類をコピーして送るのがだるかった。だったら写真で撮ってオンラインで送った方が楽やんけ。くれますよ。振り込み先のやつとさ、なんか保険証とかの身分証明書とかでもさ、書類が必要だから。クールポコバーを経営してるんだ。うわ、なかなか難しそうね。やそれもタコリみたいな。あ、ちょっと話してるじゃん。